北天諸塚村内椎葉村松尾あ麻六路東外区間はバイパス道路開通により急動化している平家本人国道三百二十七号は宮崎県日向市から三里町、諸塚村、椎葉村を経由して熊本県上増樹郡山戸町に至る一般国道である椎葉村の音が背負橋からは国道二百六十五号と重複するため実質的には日向市と シー村を結ぶ路線となる。開通時の経緯から三里町西号多代路、シー村間には100万円道路の通称がある。単独区間のほとんどは耳川と並走する。支線として、東九州自動車道、日向インターチェンジと国道10号、宮崎県道226号とトロ日向線を結ぶ路線が存在する。2009年4月15日。 シーバ村松尾で高さ約100メートル以上の斜面が崩落した。このため、現場付近が全面通行止めとなり、迂回路は耳川を挟んだ対岸の村道を利用できるが、2トン車以上の大型車の通行はできないため、2トン以上の該当車は国道265号などを利用することとなる。住友財閥が電力開発の代替条件として百二十八年から、 整備を開始。一部区間を整備した後、残りの部分を宮崎県が建設を進め1933年に富高と椎葉を結ぶ県道として完成した。この時に住友財閥が建設費として100万円を寄付したことから、100万円道路という通称がついた。開通と同時にバスも開通し、椎葉、諸塚両村の物流などに、 多大な変革をもたらした。この影響で不幸方面との交流が深くなったため、1949年にはーバ村と諸塚村の所属軍が西臼杵郡から東臼杵郡に変更されている。開通当時こそ2軒ほどの幅でも十分であったものの、自動車が普及するにつれ交通に支障をきたすようになった。この対策として、 道路拡張工事が順次実施されており、現在単独区間内では、諸塚村椎葉村間を除いて、おおむねに車線道路に整備されている。トンネル起点から、ありがとうございます。